ジャニーズ事務所の性被害問題をめぐり、被害を訴えている元所属タレントの男性が、政府は実情が分かっていないと改めて法整備を求めました。子ども自身に声を上げろっていうこの今回の対策案に関しては、とても実情が分かってもらえてないなっていう歯がゆさを感じます。政府の緊急対策では、男性と男の子に特化した性暴力被害者ホットラインを新設し、被害の未然防止や相談体制を強化するとしています。これについて立憲民主党のヒアリングに出席した中村和也さんは、打ち明ける勇気を出すこと自体が難しいと指摘しました。その上で、政府はもっと真摯に向き合ってほしいと述べ、虐待行為を把握した人が警察に通報することを義務付けるよう、児童虐待防止法の改正を求めました。